キーボード界隈に足を踏み入れて早2年ほど。レビュー時に送ってもらったものや自分で買っているものなんかも含めて30台くらいのキーボードが現在ヤマカフェ家にはあります。いや正直ね、正直異常だと思ってます。はい、まあ、でもですね、たくさんのキーボードを使ってみて分かったのは、そう、キーボードは文房具。ボールペンやシャープペンシル、万年筆、鉛筆など用途や気分によって文房具は使い分けると思いますが、キーボードもそうじゃないですかね。気分や用途によってキーボードを変えたっていいじゃないですか。ということで、今回はですね、キーボードは文房具について語っていこうと思います。ということで、皆さんこんにちは。キーボードは文房具、山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、キーボードは文房具という内容で雑談ですけども、まあ、なぜそう思ったのかというのをお話ししていこうと思います。まあ、ラジオ感覚でね、お聞きいただければいいかなと思ってます。そもそもですね、まあ、なんで僕がキーボードを好きなのかという話なんですけども、これね、難しいんですけど、こう脳内で思っていることをですね、指先に伝えるわけですよ。で、指先がキーボードを叩くんですね。叩いた時の指へのフィードバック、これが打鍵感ですよね。叩いた感覚が音になって耳に入ってきます。で、耳に入ってくると同時に叩いたキーが画面に表示されるわけですよ。で、この脳内変換から指先に伝わって、指への感覚とそれから耳に入ってきて目でわかるって、この一連の動作がすごくすごくね、気持ちいいと思っちゃったわけですね。これがね、キーボードにのめり込んでいく原因の一つなんじゃないかなと勝手に思ってるわけですね。で、この感覚に気づいた時に、いや、もっと気持ちいい打鍵感とか音があるんじゃないかっていうふうに思うと、これはもうですね、完全に沼への入り口という感じだと僕は思ってるわけですよ。で、まんまとその沼にはまって、今は温泉でぬくぬくっていう感じで、もう抜け出したくないなみたいな、そんな感じになっちゃったわけですね。で、キーボードですけども、例えば気分によって使い分けたり、それから作業内容によってね、使い分けたり、それから場所、作業場所によって使い分けるなんてことを僕はしてますね。で、文章をひたすら書きたいときっていうのは、ひたすらね、打鍵感とか音にこだわったものとかを、まあ、使うわけですけども、それから動画を編集するときですね、まあ、この場合はより便利なことを望むので、天気付きのものを選んだりします。そして、まあ、ゲームはあまり僕やんないですけど、ゲームをやる場合は天気なしな方がやりやすかったりするわけですよね。まあ、こんな風にいろいろとね、キーボードを使うシチュエーションってあると思うんですけど、それぞれでキーボードを使い分けたってありじゃないですかね、ありですよね。で、これがですね、アナログになった場合なんですけども、例えばですけど、まあ、鉛筆で書く場合ですね、まあ、僕はですね、結構濃いめの芯が好きで、2B とか 3B とか 4B とかの鉛筆を使うんですけど、まあ、これはですね、鉛筆を持つ時のこう握り具合と、それから紙に書く時の筆圧の関係が影響しているのかなと、まあ、僕の好みですね、と思ってます。それから万年筆で書きたい場合もあるわけですけど、この場合もね、インクは例えば黒を選んだり、それからブルーブラックを選んでみたりとかっていう風に変えることってあると思うんですよ。それからボールペンの場合もですね、まあ水性のインクだったり、それから油性のインクだったりとかっていうことも、まあいろいろあるわけですよね。で、キーボードの場合はどうなるのという風になると、例えば、メカニカルキーボードっていう種類があったり、それから、パンタグラフ式のね、ものがあったり、それから、静電容量無接点方式のものがあったりとか、まあ、その、なんですかね、押すスイッチって言ってるのかな、押すものによっても、キーボードの種類っていうのは豊富なわけですよ。で、メカニカルキーボードだと、例えばスイッチの種類はですね、スムーズなリニアスイッチと、それから、ちょっとだけ引っかかりのあるタクタイルスイッチ、それから、カチャ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 する音のするね、クリッキースイッチみたいな感じが、主に、ね、3種類としてあるかなと思います。で、音もですね、まあ、それぞれに、いろいろ、キーボードの種類によっても変わると思うんですけど、まあ、カチャカチャするもの、コトコトするもの、モコモコするもの、スコスコするもの、サラサラするもの、
なんていうふうにね、まあ、打鍵音って、まあ、いっぱいあるんですよね。本当キーボードの種類だけ打鍵音ってあるのような感じだと思ってます。それからキーキャップを変えてみて、音や見た目、それから打鍵感を変えるってことも、まあ、できるキーボードはありますね。それからメカニカルスイッチだったりすると、スイッチを変えてね、あのホットスワップ方式っていうものだとスイッチを交換できるので、まあ、それによって打鍵感とか音を変えていくということもできるわけですね。それからそもそも本体にですね、静音シートを敷き詰めたりとかして静音仕様にするとかってこともできちゃったりするわけですよ。それからレイアウトもですね、まあ、日本語レイアウトのものか US レイアウトのものとか、それからアリスレイアウトって言われているものがあったりとか、それからさらにいくと、まあ、分割式のものがあったりとかっていう感じのものになりますね。それからキーの数もフルサイズのものですね。それからテンキーレスと言われるものまで、まあ、いろいろなもの種類があるわけですね。用途によっては、まあ、テンキー部分だけのキーボードもあったりするわけですよ。でもちろんですね、もちろん見た目も重要で、黒いものから白いもの、それからカラフルのものとかね、まあ、自分の好きなカラーとか、それからデスクに合ったものなんか、もうそれはもうね、もう本当そこはもう自分の好みに徹してもらえればいいんじゃないかなと思いますね。本当それこそその時の自分の気分で選んじゃっていいんじゃないですかね。でさらにですね、行くとキーボードのキーを自由にマッピングできるっていう種類もあるわけですね。でそうなってくると自分の使い方とか、それから指の動きなんかに合わせることができるわけです。まあ、こうなってくると本当ね、完全に自分専用にね、カスタムメイドされたものと、そういうキーボードになってくるという感じなわけですね。そしてですね、さらに、まあ、こじらせる突き詰めていくとですね、自作キーボードの世界が待ってるわけですね。でこの世界はですね、まあ、自分自身がどういう音とか打鍵音とかね、それから配列、それから形状、色、もう何でもかんでもですけど、もう本当にね、突き詰めることができるわけですね。まあ、完全にこうマニアの世界だとは思うんですけども、まあ、これが大変楽しい世界なわけですよね。で自作キーボードの人がね、集まるイベントとかもあって、この間参加させてもらったんですけど、まあ、これがね、楽しさ満載だったんですよね。いや本当ね、いやすごい世界があるんだなっていうことを改めて知りました。でですね、まあ、キーボードは文房具理論の唯一の難点はですね、キーボードをしまっておく場所問題ですね。これ結構皆さんある人多いんじゃないかな。で僕の場合はですね、スタンディングメンバーのものはここですね、ここのデスク横に飾っておいてるんですね。でそれ以外はまあしまってあったりするんですけども、まあ結構な場所を取るわけですよ。それからメカニカルキーボードの場合は結構重いものがあったりするので、まあしまうときにね、慎重にしまっておく必要があると思います。はい、ということで、まあこんなことを話し始めると終わらなくなるので、このくらいにしていこうかとは思いますが、ということでね、このチャンネルではキーボード関係のこととか、それから在宅勤務環境の改善のこと、それからガジェットのこととかを、動画アップしていますので、よろしければね、チャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。